全然いけるんじゃないかなというふうに個人的に思います。あと、ネットビジネスを稼いで独立したい、本業にしたいとかですね、ご相談いただいてます。ネットビジネスを本業にする場合、誰から学ぶ必要があるのかとかですね、独立する方法を知りたいとかですね、何から始めるかというところなんですけども、まあ、誰から学ぶかっていうのはすごく重要だと思います。やっぱりメンターを手に入れる、メンターを見つけるってことがすごく重要で、ダメンターというのもいるので、ダメな人に、ついてしまうと、遠回りになる。で、お金と時間の無駄ってことになるので、まあ、メンターの見分け方はなかなか難しいんですけども、ビジネスだけじゃなくて、ちゃんとその人のライフスタイルが壊れられるものか、まあ、考え方に共感できるか、あとその人が実際に、過去の栄光だけを話してないか、で、実際に現役でやっている方法というのをリアルタイムで、情報をもらいながら学ぶというのがいいと思うんですよね。で、口だけじゃなく、本当に実際にその人が実践しているか、まあ、なかなか見づらいところもあると思うんですけども、こういった形で学ぶ人を見つける、そして情報発信をどんどんしていくというのが大事だなというふうに思います。